ブルック・グリーン組曲 H190 は、イギリスの作曲家、グスターブ・ホルストが1933年に、セント・ポール女学院のために作曲した、弦楽合奏作品である。ホルストは亡くなる、前年の入院中に、この組曲を書き上げた。意図したのは、単に若い奏者向けに水増ししたものや、鍵盤曲を単純に編成したものではなく、 オーケストラの若いメンバーが演奏しやすい曲を作ることであった。作品名は1901年に妻イゾベルと結婚式を挙げたブルックグリーンに由来するともブルックが学校に近いことに由来するとも考えられているが最も明らかなのはロンドンのハマースミスにあるブルックグリーンに学校があることに由来する。この曲は後の作品に比べて より伝統的なイディオムで作曲されている。全3楽章からなる。プレリュードアリアダンス第一楽章のプレリュードは波長調の音階をベースにチェロがにオクター部分をカバーしている。第2楽章のアリアでは作曲者はイギリスの民謡に似た歌性を持つ音楽を使用しているが伝統的な民謡をベースにしているわけではない。 同じく1933年に作曲された、序章楽章の対応を彷彿とさせる構成で、エンハーモニックな関係が充実しているが、厳格さが残っている。修学章のダンスは、ホルストがシチリア島で聴いたメロディーに基づいている。また、この曲には、もともと第四楽章のガボットが含まれていたが、ホルストが最後に参加したコンサートである1934年の、 非公式初演後に削除された。ありがとうございます。